れ様です。今日は金曜日ってことで、まあ明日は休みなんですが、まだ心が折れて編集まで行ってないんですけど、前回、ちょっと撮影に使ってたおズボンポケットが倒れまして、それなりにちょっとお値段したアノモルフィックレンズが、まあ、完全に崩壊した、ぶっ壊れてしまったという感じになってしまいました。結構ね、気に入ってたんですけど、悲しいですね。気をつけないといけないんですが、まあくよくよしてもしょうがないんで、ちょっと通常のオズモポケットの画角で頑張って撮っていきたいなと思います。ちょっとね、まあ動画撮りつつっていうのがモチベーションの一つにもなってたりするんで、それが一部ちょっと失われるっていうのは悲しいですね。三脚自身もね、非常にちっちゃいやつなんで、普通に立たせてる分には問題なかったんですが、まあ風がね、前回やった時はすごい強かったんで、それに耐えきれずに倒れてしまったっていう感じなんですよね。次回以降やるときはちょっと低めに、三脚一番延長ロッドを一番伸ばしておくと倒れやすいのかもしれないんで、控えめの高さにして、まあ使うようにするしかないかな。幸いね、オズモポケットにはちょっと傷は入ったけど、モーターが壊れたりとか、ジンバルが壊れたりとか、そういうのはなかったんで良かったです。ということで、まあ今日も頑張ります。